な。なんということだ。おい、どうした霊夢。ミスって最初の画面録画できてなかったんだけど、見てよこの組み合わせ。青のイエモンさんとインポスターか。前回と同じじゃねえか。そう、完全に同じ。撮影日も、村構成もね。ということは霊夢とイエモンさんが忍者で、あとは役職なしだな。前回、かなりクルーを追い詰めたのに、ミーティング門番に失敗して、悔しい負けを喫しているのよね。勝てそうだっただけに残念だよな。しかし今回、もう一度同じ組み合わせが巡ってきた。アモアスの神が、リベンジのチャンスをくださったんだ。今回こそ勝つわよ。ということで、初手ボタン開けてからのスタート。まずはフェイクタスクで、キルクール開けるまで待ちます。ところでこれは関係ない話だけど、キルクールって言葉難しくない？というと、キルクールって、開けるが正しいような気がするけど、溜まるっていう人もいるじゃん。キルクール溜めるとかもよく言うしな。逆の意味のような気もするけど、どっちも正しいのかな。まあなんとなくで意味が伝わればいい気もするが、みんなはどういう風にキルクールって言葉を使っているか、よかったら教えてね。ゆるぼなんだぜ。そうこう話してるうちにキルクール開けました。キルを狙いに行きますよ。キッチンに戻るのか。誰かいないかな。と展望に黄色いたけど、ちょっと難しかったね。結構追いかけなきゃいけなそうだったしな。こっちには誰かいないかな。石油下は見つかりにくいからな。カメラでも見とく？ってこみゃサボ中か。黄色通信向かってたし、もうすぐ治りそうだが。お、ローズ発見。こみゃサボ治っちゃったけど、これはキルできるかも。お願い、誰もアドミン見ないでくれ。忍術で逃げるわ。おお、最高のタイミング。ちょうど死体が消えたな。死体消しボタン。これは死体消しですね。でも自分の城は取れてるな。これ多分、まあバナナが取ってくれますよね。多分ライムに取られる。え、ライムどこいた？見えてないんだけど。自分ダウンロードして金庫に行って、バナナが最後ボタン方面向かうの見えたけど。そうですね、私行ってます。私ローズの死人情報あって、エレキにいて、一緒に紫もいたんですよね。紫もしかして、透明化家電と使いました？え、いつのタイミングですか？私と紫一緒にメインには来ましたよね。自分シャワー行こうとしたけど、送電タスクがあったから、シャワー行かずにそのまま電気行った。アイスと自分城取り合います。取れる取れる、最後金庫入ってたの見たから。それまでも自分、キッチンでピンクに見られてるんで。自分今回ライムとほぼ同じ経路取ってるんで。自分ちなみに最終はラウンジです。死体ってメインでしたっけ？いや、わからないです。最終私が見たのはエレキです。青と白とか見てないですか？シャワーから下ってったと思うんですけど。自分あのままコミュサボ直しに行って、最後黄色見たけど、ローズは見てないですね。私がコミュサボ直したんだけど、武器庫でライムとすれ違って。え、黄色いたっけ？コミュサボ直してからですか？いや、直す前。で、その後ピンクとすれ違った後にコミュサボ直した。まあでもみんな私のこと見てるよね。黄色は見てますね、私も。最後まで出せます？それ。最後まで、は出せないですけど。ピンクとすれ違った後コミュサボ来たじゃん。そうですね、はい。でそこからコミュサボ直して青とすれ違ってるから。じゃあ無理だね。黄色からはピンクに白出せるんですかね。いや、そもそも死体位置わかんないから。うわ、白くぜー。最後多分アーカイブの弁当開いたんだよな。ラウンジのゴミ捨てから、アーカイブの弁当開いたような気がして、シャワー側で死んでるなら。私は紫と別れた後、シャワー室の奥でタオルとか拾って、そのままボタンが鳴ったって感じなのだ。うわ、白くぜー。よっと、次ボタン押すのだ。よし、完璧な流れ。普通に考えたら霊夢結構怪しい位置だけどな。完全に白が疑われてるわね。マットメイトはいないはずだから、紫が弁当開いたっていうのは、多分見間違いなんだろうけど。その後、相方さんがバナナを切る。この会議で若干疑われちゃったけど、釣られなかったので、勝てそうな盤面。そう、完全に前回と同じ。あとはミーティング門番で、3キル通せれば勝てる。だからとりあえず私はミーティングに向かうよ。おお、ここで青と合流。またしても考えていることは同じ。すげえ、喋ってもいないのに、心が通じ合っているようだ。なんという運命、同じ日に2回もこの状況になるとは。奇跡的にリベンジのチャンスが来たわけだ。前回私が後にキルしようとして失敗してるからね。今回は私が先にキルさせていただきたい。それで申し訳ないけど扉開けてもらったよ。もうどっちもキルクール開けてるはずだぜ。早く1人目来てくれ。いや、そこで待機するのは謎すぎるだろ。お、来た来た。ここで停電を起こし、ボタンをさせないようにして、私が先に切る。イエモンさんは、次の人をお願いします。
よしよし、今回は私が切ったよね。死体の位置もかなり奥だから、だいぶいいよ。どうやらはしごの後は無敵時間があるらしく、前回それで通報間に合った可能性が高いみたいだからな。でも待って、イエモンさん、その位置じゃ、ちょっと。待って、どういうこと？なんで紫の死体が2つも上がってんだ？それでは、先ほどのシーンをもう一度、スローで振り返ってみよう。この時、霊夢は確実にキルしている。しかし、イエモンさんもほぼ同時にボタンを押し、どっちもキルモーションが入っているのだ。え、2人が同じ人をキルしたってこと？そんなことある？よく見てほしい。紫の死体が、2つになっている。うおーおー、嘘だろ。それでイエモンさんもキルできず、通報されちゃったわけだな。そんな、なぜそんなことに。ま、紫が影分身使ったってことだな。どっちが忍者だよ。結局、リベンジどころか、またしても同じ状況で、門番失敗に終わってしまった。アモアスの神よ、なぜ私を見捨てるのか。さて、これまでは忍者視点しか実況してこなかったけど、クルー視点で忍者に遭遇したら、どのように見えるのか、一つ面白いクリップが撮れたので、紹介します。霊夢は、面倒なエレキのガチャコンタスクを終わらせたところだな。ここでコミャサボ来て、タスクの位置わかんなくなっちゃったのよね。一旦貨物の方向かったけど、こっち側タスクないこと思い出して、バイタルに引き返してるところですね。その時、事件は起きました。城のミゾレモンが、一人でに死亡。バイタル前で突然倒れたな。かなりびっくりしたけど、これはもう完全に忍者の犯行としか思えません。ちなみにこの会議で、ローズがアドミン情報を出してくれて、最終コックピットさん、ミーティング1、診察さんだったとのこと。コックピットさんはローズ紫バナナで見合ってて、ライムはボタンをしてるからミーティング。診察さんは私と死体と忍者だから、青が忍者って確定できたのよね。姿は見えなくても、やっぱりあの場所にいたんだな。ということで、いかがだったかな？チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくだぜ。忍者で勝ちきれない試合が続いているので、次こそは何としても勝ちたいですね。次回もお楽しみになんだぜ。それじゃあ私たちはこの辺で失礼します。また他の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。